皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。お笑い芸人、パックンにがっかりということで、なんとですね、パックンも統一教会に肩を持っているということで、安倍元首相の国葬問題についてですね、いや、統一教会問題なんてもういいんだと、10年前に問題を起こした組織と付き合って何が悪いんだと、過去に問題を起こした組織と付き合っても別にいいじゃないかと、こんなこと統一教会叩きをやってるのは犯人が喜ぶだけだというですね、とんでもない発言をしてます。いや、本当にパックンっていうのは、いや、お笑い芸人というよりもどちらかというと知識人枠で非常にクレバーで賢い方っていうイメージがあったので、いやー、まさかこんな論理破綻をするがっかりな意見を言うとは本当に信じられないなということで、いやー、まあ、パックンは別に統一教会の肩を持ってるわけじゃなくて、要は論理的な展開を要は統一教会向けにしちゃってるという論理破綻に気づいてないだけだと思うんですけれども、いや、別に統一教会問題はもういいってことは何も解決されてないわけですよ。で、しかも十何年前に問題を起こしたって、それ統一教会の言い分をただ言ってるだけですよねと。統一教会に被害のね、受けてる人たちは、その弁護士とかは、いや、十何年前に終わってんじゃなくて、今も被害は続いてるんだって言ってるわけですよ。で、今も被害が続いてるからこそ、今回の事件が起こったわけで、過去に問題を起こした組織じゃないんです。現在進行形なんです。まずそこがパックは何も分かってないのか、あえて無視してるとしたら非常に悪質です。で、しかも犯人が喜ぶだけって、別に犯人喜んでないですよ、別に。犯人は別に自分の恨みでやっただけで、別に周りがどうこう騒ごうが別に何も関係ないわけじゃないですか。いや、別に犯人が喜ぶとかじゃなくて、いや、明らかに反社会的団体、しかも詐欺的な集団と、政治家が付き合ってるっていうことを、しかも現在もなお付き合っていて、現在もなお問題を起こしている、そういう組織と付き合っていいんですかっていう問題が、何もうやむやにされたまま国葬をやりますかっていうのは明らかにおかしいですよねっていうのは、それ別に安倍さんが嫌いとか統一教会が嫌いとかそういうことじゃなくて、論理的なものの考え方をすればそういう結論になりますよねと。で、別に国葬をやるのはいいですけど、いや、ちゃんと統一教会問題解決しましょうよと、どうだったんですかと。で、今なお現在問題を起こしてるんですよねと。そんなものを宗教法人としていいんですか、解散命令しなくていいんですかと。統一教会は宗教法人じゃなくて単なる政治的団体じゃないですかと、自民党の下部組織じゃないですかっていう話ですよ。宗教という名の隠れ蓑をしていて、単に政治的団体じゃないですかっていう。で、しかもたちが悪いのは、日本人からお金をふんだくった金を韓国に送金してるわけですよ。つまり日本の国益を損なってるわけです。まだですよ。まだこの団体が日本の団体だということだったら、まあね、よくはないですけれども、日本の誰かが儲かってる。で、別に日本の中でお金がぐるぐる回ってる分にはいいでしょうけど、日本人からむしり取った金が全部韓国に行ってるんですよ。これ国益に反することですよ。国益に反することをやった政治家の国葬するとか、その問題を何も解決しないまま、ほったらかしにする、いや、それで3年後のなんか選挙で自浄作用をすればいいとか、そういう問題じゃないんですよ。これは犯罪に関わる、国益に関わる重大な問題だということが何も分かってない。いやー、本当にパックンはがっかりですね。いや、もうちょっとまともな方だと思ったんですけれども、なんか違う論理展開をしてて、なんかね、もっともらしい言い方してますけども、そもそも十何年前に問題を起こしただけっていう、その事実認識が間違ってると。いまだにこんだけ統一教会の報道があって、こういう事実認識の間違いをしているのか、それともパックンは頭がいいから意図的に隠しているのか、まあ、どういう意図か分かりませんけれども、こういうですね、安倍さんが嫌いとか統一教会が嫌いとか好きとかそういう問題じゃなくて、ちゃんと論理的に物事を考えましょうということで、まあこういうですね、非常に残念な論理展開をする知識人的な人に騙されないように国民は気をつけていただきたいなと思います。